FM38 局ネットでお届けしている日本の農業を応援するラジオ番組アグリズム、パーソナリティの川瀬良子です。一人農業体験ツアーの後編は田んぼの生き物調査です。調査、はい、田んぼの生き物調査秋編をやってみたいと思います。もう虫さんの鳴き声聞こえますね。聞こえますね、はいはい。まあ、僕らは春とか夏に水がある時にやるんですけども、うん、秋も生き物がいるということで、うん、今日は稲刈りと一緒に生き物も話してみたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、道具、はい、一つこれ、はい、これ何ですか。西かご。え？お砂糖とか塩入れるやつ。はい、キッチンにある。お砂糖入れ。シュガーポット。お砂糖入れだ。はい。はい、これがこう左手でパチパチやると、はい、簡単に開け閉めができます、はい。とても便利です。はい。それからもう一つはじゃあこれにしましょう。はい。金魚網。これともう一つ、もうちょっと大きい網も使ってもいいと思うんですけど。いろいろやってみましょう。はい、あ、いました。ほら、親子親子。お、おんぶバッター。ほら、見えます、おんぶしてるの。え、ご夫婦ですか。親子じゃないの。親子ではない。あ、親子じゃないんだ。ひなご、うん、ここいるよ。ほら入ってね。あ、そう、山崎さんいました。おお、すごいね。ひなご、ひなごです、はい、仮面ライダーみたい。かわいい。カエル捕まえたいな。カエル捕まえたいな。いた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 、絶対捕まえたい、絶対捕まえたい。ちょっと待って、なんか、あ、あ、あれ踏んでないよね。ああ、どっか行っちゃった。いる、絶対いるよ、この辺に。ごめんごめん、追いかけて。絶対いるよね、踏んでないよね。あ、あ、いた、ここ。よっしゃ、あー、下にしないと。カエル、ふた、ふた、ふた、捕まえました。ほらほらほら、これ何？だるま、東京だるまガエルだと思います。東京だるまガエル、うん、名前に東京って入るんですか。素手でむしろいいのかな。そうそう、ここ後で手を洗えば、うん、そうそうそう、はい、あ、ぷにぷにな。んか、すっごいかわいい。かわいいね。プニプニしてます。あ、動いた。顎がポコ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 って動いてる。お腹が真っ白。稲穂とバッタは捕まえたぞ。あ、あ、コオロギ？あ、どうしよう。捕まえた。あ、あー、逃げた。あ、コオロギ。あ、コオロギ。あ、コオロギ。こっち。あ、今度なんか逃げちゃった。あ、イナゴに逃げられた。なんか結局この箱の中の人数が変わらない。プラマイズ、プラマイズ。悔しい。え、なんで悔しい。キリギリス痛い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 。キリギリス痛いんですか。ハム、あ、見てください。コオロギとオンブバッタとキリギリス、ちょっと生態系ができてきました。すごい、こんなに虫さんでテンション上がると思わなかった。新たな自分を発見。
はい、やって、はい、増えました。小さな虫。こうやると、あ、例えばウンカとか害虫がほらいるとかいないとか分かって、はい、農薬を振ったらいいかとか。うーん。そうやって分かる。じゃこれ農家さんも使ってるんですか。そう、農家のためのまあ農具なんですよ。あ、そうなんですか。これひっくり返して。こっちに。おお。そうすると、こんな生き物がこれで農家の人も害虫益虫。うん、ただの虫。これを見ながら、うん、自分の田んぼが今どうなってるかの状態を、うん、はい、この1枚だけで見る。虫見版。虫見版。本当これでよくわかりますね。小さな虫が動いてるのか。ね、あ、消えちゃった。あ、でもいるいる。1、2ミリですね。2ミリもないかも。初めてこれでほら田んぼって感じです。いますね。では、はい、今日採れた生き物を見てみたいと思います。うん、いや、すごい、こんなに、これ私も捕まえたものです。はい、私、私にこだわるんです。私です。はい、オンブバッタ、はい、どうぞ。オンブバッタ上に乗っていた方がオスでしたよね。うん、ちょっと途中で脱走してしまいました。彼女を話しちゃった。かわいい。口のところをちょっと取ってもらって、ね、ここですか？真っ赤っかで、ね、すごいですよね。あとはこれですね、コオロギ、ね、コオロギ、はい、コオロギ取りました。いっぱい取った。コオロギいっぱいいましたね。いましたね。はい、はい、お、カバにも、お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 、あー、大きい大きい、カマキリ、おー、いいね、カマキリ、痛い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 、手袋で痛いゴムに、え、ああ、よかった。本当に鎌です ね、さっき稲を買った鎌。これが今日で一番大きいかな、ね、かっこいい、かっこいいね、さすがに。こうなってる。はい、じゃあアマガエル、はい、ああ、ちっちゃい、かわいい、すぐ逃げちゃいそう。かわいい。ねえ、今年生まれたんだろうね、きっとね。本当ですね。カエル祭りです。すいません、じゃあ改めていきます。はい。山崎さん、秋の田んぼにもいろんな生き物がいますね。はい、いましたね。はい、たくさんね。カエル、イナゴ、うん、いっぱいいました。20種類ぐらい。ねえ、はい、すごい。思ったよりいましたね。いました。楽しかったです。山崎さんがこう田んぼの生き物調査をやって、一番伝えたいことってどういうところですか？僕たちはあの、特に子どもたちに向けて田んぼの生き物調査をやってるんですけど、知ってほしいこと3つまとめてまして、その1つ目、これは田んぼっていうのは稲を作るところなんだけど、生き物もいっぱいいるよという場所だということなんですね。これが一つ目。二、はい、つ目、その生き物は、農家の人がお米を作る営みがあって、その結果生き物も生きてきたと。だから農家の人が生き物を育てているともまあ言えるわけですね。で、三つ目、これ一番大事なんですけど、子供たちみんなが、そのお米を食べることで生き物も結果的には養ってることになるんですよと。君たち責任重大なんだよと。これが3つ目ですね。はい、ね、ありがとうね。はい、帰っていいよ。あれ、あ、はい、あれ、なかなか、あ、帰った帰った帰った。来年は皆さんと一緒にこの素晴らしい体験をぜひ分かち合いたいです。大変な状況はしばらく続くと思いますが、皆さんとお会いできる日まで私も笑顔で頑張ります。